だ僕はやっぱりあと一番の気がかりはこのニュースになった時に娘なんですよね、うんうん、だ娘小学校2年生で学校でなんて何か言われるんじゃないかなっていう不安があって、いじめられた怖いよ。そうですよね、うん、だからちょっとそれを翌日ニュースになった翌日心配したんですけど、うん、娘が言ったのは同級生の男の子が来て、うん、パパ大丈夫って言ってくれたらしくて、うんうん、でその一言だけだったんですよ。その一人にしか言われてなかったみたい で、うん、で娘がちょっと物足りなさそうに、うん、コメント1だけだったっつってもっとなんかねバズってほしかったっていう娘的にはコメント1、うん、シェンジさんのブログみたいな感じ。あの後そんなあのねなぜシャープなね、言葉が出てこないというんです。出てこないですね。出してリハビリしましょう。どうぞリハビリタイムでございますから。そうですね。はい。